足先光の速さで明日へダッシュさ若さ若さってなんだ振り向かないことさ愛ってなんだためらわないことさキャバンアバよ涙キャバンよろしく勇気宇宙刑事キャバンダンシン！さあ踊って踊ればこの世は天国どんな病も治しちまうよさあ踊ってダンシン！さあ踊って踊ってなんだなんだだフィーバー父ちゃんなんともないのああこの通りだ治ったすげえなみんなすぐに元気に、うん、踊って作り大ピンチハニー作戦よなんだって触っただけで治るうんハンバハンバどうした親さんが岩に足滑らしちゃって足と首をあいつじゃあるじゃハニー治療センターへ行ったらあそこの先生は触っただけで治すんだよ触っただけでコウスケの足の捻挫首の痛みもたちまち治ってこの通りなのだだもう大丈夫さ踊って治ったなんともねえっやったレッツさんなんとかしてよどうしたんだ父ちゃんと母ちゃんが喧嘩してるまあ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 真っ昼間から何ですか夫婦喧嘩はいけませんよ聞いてくださいようちの貯金を全部寄付するって言ってるんですよぎっくり腰を治してもらったぐらいで日本中から病人をなくしたいそのためには大きな治療センターを作る必要があるハニー・マンダ先生はそうおっしゃってるんだハニー・マンダそういえばうちの親父さんも多額の寄付をしたいと言っていた何かあるギワクを持ったレツはハニー治療センターを訪ねただがねえ、小次郎さんおりっちゃん何してんのこんなところでいや、今ね、ハニー・マンダさんの助手になると思ってね男子のレッスンしてんだへえ、助手いやー、ずつの素晴らしい女性だハニー・マンダさんは僕も惚れちゃったイエーイそのハニー・マンダに会いたいんだけど先生はただいまプールにいらっしゃるウェイだったイエーイWe'll be right back.
こういうものですが、ぜひ先生にインタビューを。美容と健康？そんな雑誌あったかしら。おかえり。先生は手で触れただけで怪我を治したりなさるそうですね。答える必要はなし。ああ人々は奇跡だと言っていますよ。では写真を一枚。はい、お願いします。坊や、そんなむさ苦しいことはやめにして、私と読みませんこと。ああ、そんなそんな。よく見るとなかなかかわいい。まいたまいた。一体どこへ。お呼びでしょうか、ドンホラー様。ヤマンメがしゃしゃり出てきよったそうだな。大丈夫か、計画は。私、ギャバンなんか問題にしておりません。とにかく日本での1年間の医療費は11兆9800億円、その半分の6兆円を我々の医療センターで吸い上げてご覧に入れます。でっかく出たな、ミツバチダブラ。まあ見ててごらんよ、ギャバンなんて私のインクで一コロさ人間どもは蜂の人差しでミツバチ中毒患者になる。そして私の医療センターに集まってくる。花に吸い寄せられるミツバチのようにね。これは特殊なテレビカメラになっている。ハニーマンだが奇跡を行う瞬間をキャッチしてほしいんだ。これをつけて踊ればいいわけね。そうだ、なるべくハニーマンダを狙ってほしい。やっぱり予想した通りよ。麻酔薬のようなものを注入されてるわ。麻酔薬。ヤマン、千分の1秒の瞬間を10秒に拡大することに成功したぞ。奇跡の瞬間だ。ハニーマンダがダブルモンスター。強烈な麻薬を注射すれば一時的に痛みは止まる。治ったつもりになる。でもどうして言いなりになるのかしら。寄付させられたり。まるでコントロールされているみたいだもんな。何か仕掛けがあるはずだ。調べてみろ。ダメだ、君は寝てなきゃ。それが受信アンテナの役目を果たしているんだ。それによって患者はコントロールされている。レツとミミィは行動を開始した。コントロール電波はこの一帯から発信されている。コントロールルームを探し出して電波を止めなければ。ミミィは機械室を探ってくれ。俺は地下室を探す。
こんなところに地下道が。もしかしたらコントロールルームがこの先に。コントロールルームが。いたー。何するのよ。憎い。許せぬことが二つある。私より若いこと、私より美しいこと。贅沢な小娘のくせして、憎いよ。野蛮。私たちはこれから大集会を開く。その時の景気づけにお前の仲間ミミーという女を血祭りにあげてやる。ミミーが捕まった。何をしてるのかしら。キャバは早くしないと私首を切られちゃう。さあダンシング。コントロールルーム、ボリューム上げて。フィーバーダンシング。この下だ。この建物とは別にルートがあるんだ。ハニー治療センターの周りはまるで蜂の巣のように穴だらけだ。危ない危ない。もう少しで紙くずのように燃え尽きるとこだったぜ。さあこれから寄付を募るよ。ケチケチしないでバンバン寄付しておくれ。これは家宝のダイヤでございます。よろしい。お前は。申し訳ありません。母ちゃんがドケチでして。だらしない。私はこの若い体でダンス教師となり協力いたします。よし、気に入った。これで立派な治療センターが立つ。これもみんなのおかげじゃ。ではこれより面白い賞をプレゼントしよう。それ、小島さん、完全にコントロールされてしまってる。首切り賞を始め。やめて。構わないからやっちまいな。乗れギャバ。
ャバン。宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。乗着ギャバン。了解、コンバットスーツ転送します。生まれたお姉さん、怒りの炎は誰にも消せない。ギャバンを魔空空間に引きずり込め。魔空のドン・ホラーは磁力を操作して一種のブラックホールを作り出すことができるのだ。モンスターのパワーは3倍にパワーアップされるのだ。
病気を治すふりをして実は患者を増やし家や財産を巻き上げようとした恐るべき魔空の陰謀は阻止された。ああどうしたの。あら、ミミさんでねえの。皆さん、あなた方の体の中には毒が入って走り回っていたんですよ。そったらバカな、毒だ。本当だってば。本当ね。でも、もう大丈夫。スーパーダンシング。おい、レッツ、わしの考えた新リズム体操だ。お前もやれ。ああ、フィーバー。やってられませんね。悪魔のようだ集団、魔空を倒せ。乗着せよ、宇宙刑事ギャバン。星空のどこかにふるさとがある。愛する人が俺を呼んでいる。悲しみの重さにうつむく夜は瞳をあげるのさ、銀河の彼方へ。立ち止まるな、弱音を吐くな、夢を諦めるな。数えきれない光がささやく暖かい星空のメッセージ。世界中で高価な宝石強奪事件が起こった魔空の仕業か。立ち上がるギャバンの前に現れるちょっと生かした黄金仮面。なぜか奴も魔空を狙う。黄金仮面にひそりと付き添うフルートを持った不思議な少女。果たして黄金仮面の目的は。乗着せよ、宇宙刑事ギャバン。黄金仮面と妹、太陽に向かって走るヨット。ご期待ください。